ザザシティ浜松ザザシティ浜松は、静岡県浜松市の各家事町にある商業施設である。愛称は、一般公募で決められ、ザザっと人の集まるイメージと五感の良さなどから、ザザシティ浜松となった。中央館と西館をつなぐ連絡通路施設は、西館と中央館からなり、それぞれ上部は分譲マンションになっている。西館は、もともと和西部百貨店があった土地であるが、 1997年12月に西部百貨店が浜松から撤退。その後、市の再開発事業として本施設が建設された。なお、西館は同盟の運営会社である株式会社ザザシティ浜松、中央館は設備工事業の低くだが運営管理するが2019年4月現在でも年間5000万円近い赤字となっている。 中央館1階の様子西ては、東方シネマズ、ト東ステーション、トイザラス、ユニクロ、本の王国、ポストホビー、サルバトーレクオムをはじめ、多くの店舗が入居している。中央館には、モスバーガーや、サーティワンアイスクリームなどがあるものの空きテナントが多く、市の行政施設や医療機関の入居が目立つ。2017年9月には、中央館の4階に、 浜松トライアルオフィスを開設。ベンチャー企業が無料で一定期間利用できるオフィスで浜松市への企業誘致も兼ねており2020年7月には中央間の地下1階に日本最大級を称するイノベーションハブヒューズがオープンした。なお2015年4月にはクエストミュージックが同年12月には浜松ジオラマファクトリーが2017年6月には 富士屋が中央館より移転している。また、本の王国も2013年まで中央館に店舗があったが閉店し、2015年に西館で再オープンした。中央館建設前の再開発区域は、古い商店や民家が多く、また、用途地域で定められた憲兵率を満たしておらず、防災上問題のある地区であった。これらを整理するとと,ともに、 長崎屋や,や丸井の撤退で顕著になった中心街空洞化に歯止めをかけるための集客施設の建設をする構想であったが一部の地権者と権利返還交渉が決裂。現在、建物東側のモール街に面した一角では反対地権者の店舗が残存し、それを取り囲むように再開発ビルが当たっている状況である。中央下には当初パルコが 各テナントとして入居する計画が存在した。隣接する同じセゾングループに属する西部百貨店浜松店と共に一大ショッピングゾーンを構築する構想であった。しかし1995年、景気低迷と入居条件交渉の難航により、出店は白紙撤回、それに同調するように西部浜松店も売上低迷を理由に撤退表明、翌年閉店した。 このことは、浜松市中心部の市街地の空洞化に拍車をかけると、ともに、中央間自体もフロア構成変更を余儀なくされたため、下記のような問題へとつながっていく。当初見込まれていた、パルコの中央間への出展が白紙撤回され、また隣接する松菱の破産など悪条件が重なり、投資額のうちの32億円余りが、返済不能の状態に陥っているという問題が、 表面化した。再開発組合が建物完成後7年目に現在、なっても解散できない事態となっており、2007年度末時点で、債務は利息分含めて36億円超に、膨れ上がっている。仮に、地権者法人が商業スペースの売却をしたとしてもなお残りの債務が、返済不能な状態に陥っている。2008年3月末に、 有志元の静岡銀行、清水銀行、浜松信用金庫、理想な銀行などは事態の収集が見込めないことから保有する再建を再建回収会社に譲渡開発を主導した浜松市も公的資金投入案を市議会に否決された経緯から民民の問題として責任の所在を認めていない。ありがとうございます。